こんにちは、おはようございます。ゆうぽんです。今日は、マイクラで作る簡単ファミリーマートをご紹介します。ファミリーマートの目印になる外観は、機織り機で作ります。イートインコーナーです。テーブルには、額縁を置いて食べ物が置けるようになっています。ここはコーヒーなどのドリンクを作るところですね。中に入っていくと、スタッフルームがあります。ここはアイスのショーケースをイメージしています。化粧室。トイレの部分です。男性用と女性用があります。商品棚です。商品を出す装置を置いてもいいですが、今回は棚をイメージしました。ご視聴ありがとうございました。リクエストも受け付けております。高評価、チャンネル登録お願いします。